決勝は連覇を目指す白のユニフォームレガーロ FC 山口と2年ぶりの優勝を狙うオレンジのユニフォームレノファ山口 FC の対戦となりました。前半8分レガーロ14番宮本選手、レガーロ先制。16分には再び宮本選手、右足のシュート決まった。レガーロが2対0でリードして前半を折り返します。後半に入り反撃を開始したレノファ、12分に11番福田選手、その1分後には7番安清選手がゴールを決め、一気に同点に追いつきます。そして突入した延長戦、終了間際の劇的なゴールでレノファ山口 FC が王座を奪還しました。今まで支えてくれてるコーチの皆さんだったり保護者の皆さんの応援が後半からのプレーにつながったんじゃないかなと思います。大会の模様は今月22日 KRY テレビで放送します。